今持っている三脚でもね、角度が調整できればアダプターだけでも十分赤道儀モードに切り替えることができると思います。こんにちは、すみやです。今日はシースター S30 と S50 のね、赤道儀モードの三脚の設定についてです。すでにね、両方とも赤道儀モードに設定しているんですが、こちらのね、スリックの三脚については以前に紹介したんですが、今ね、ここにベルボンのシャーパ345というね、三脚を使っています。で、それもね、倒すモードがあって、横に一応ね、メモリーらしきものが30度ごとにあるので、それでだいたいね、合わせてます。望遠鏡が天頂近くを捜索して細かい設定までやれるということになっているわけですね。で、その時に三脚を安定させるのに必要なのがストーンバッグですね。はい、これはあのビクセンのストーンバッグなんですが、20何年使っているかもしれません。そして新しいね、ストーンバッグを買いました。これですね、 JJC というところのストーンバッグです。英語と日本語と中国語で書いてますね。横にポケットがあって、いろいろ入れられるということもあり、さらに下にね、重りをさらに追加できるということになってますね。マルチポケットということで、いろいろポケットがね、3面についているので、スマートフォンとかカメラのキャップだとか、そういうものも入れられるということなんですね。アジャスタブルバックルズということで、バックルでね、留めるような感じです。ビクセンのはね、マジックテープで留めるタイプなんですが、これはね、普通のベルトを締めるという感じでした。まあ、実際に今ね、ドワーフ3の三脚につけて使っています。で、三脚の下からね、差し込むとやりやすかったので、クリップで留めるところがあるので、そこの上に縛り付けるというやり方を取りました。これにはね、ストーンバッグを入れるためのメッシュケースもついてました。乾燥剤も入ってましたね。それからもう一つ買ったのがですね、これですね。三脚の下にこのネジがついていて、ここに入れる形になってますね。ネジがありますので、差し込んで回せば使えると。で、そこに重りを乗せる。で、今私はね、ラブパワーのね、2万ミリアンペアのバッテリーをここにつけています。そしてこのバッテリーからスマート望遠鏡をこういうふうにして給電して使うと。スリックエレベーターフック2って書いてますね。カメラ用の三脚だとね、ネジ穴がシースターの場合は大きいので、そのままだと使えないので、そのアダプターとして留めネジアダプターというのをまた買いました。最初こっちにつけるためにね、1個買ったんですが、シースターが2台ともね、赤道儀モードで使えるようにもう1台買ってみました。8分の3を4分の1インチネジに入れるようなアダプターですね。大ネジ、ドイツネジっていうのが8分の3か。だから4分の1が国際規格一般用って書いてます。白馬から出ているものです。三脚を安定させて、赤道儀モードでもね、風がちょっと吹いたぐらいでは倒れないように、重りをつけられるようなフックをつけたりとか、ストーンバッグをつけたりとか、そういう風にしてね、赤道儀モードが安定して使えるようにしています。シースター S30、S50 がね、赤道儀モードに対応したので、その赤道儀モードに対応した三脚を新しく買おうかなとか、雲台を買おうかなと思っている方は、これを参考にしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。今持っている三脚でもね、角度が調整できれば、このネジ止めアダプターだけでも十分赤道儀モードに切り替えることができると思いますので、試してみてください。シースターの赤道儀モードの時に使う三脚何使ってますかとか、いろんなね、質問やコメントが来てましたので、今日はそういうお話をしました。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい。